バイユーのタペストリーから、バイユーのタペストリーから、1六十六年の各地での戦いノルマン、コンクエストは、1六十六年、ノルマンディー公ギオーム二世による、イングランド王国の一連の戦いと、その征服を指す。1六十六年、ギオーム二世は、エドワードザンゲオの崩御に伴う後継者争いで、多い継承者を主張、ブリテン島に進行し、 ハロルド・ゴド・ウィンソンの勢力と戦いを繰り広げ、最終的にこれをヘースティングズの戦いに打ち取り、勝利した。ギオーム二世はイングランドをウィリアム一世として即位し、ノルマン朝を開いた。これによりイングランドはノルマン人により支配されることとなり、現在のイギリス王室の祖となった。イギリスの歴史において、2021年時点で外国の勢力による侵攻、 征服が成功した最後の事例である。ノルマイコンクエストは、イングランドの歴史の分水嶺となり、デンマーク付近の強い政治的、文化的影響から離れ、ラテン系のフランスの政治や文化が浸透していった。なお、ノルマン人は、イングランド人と同様にゲルマン系民族の一派なので、異民族というほどでもない。ノルマイコンクエストが、比較的容易に進んだ一員に、双方が、 文化的に近かったという点が挙げられる。イングランド以外のウェールズとスコットランドとアイルランドには、ノルマンコンクエストの支配、影響はあまり及ばなかった。これらの領域はもともとケルト人の勢力下にあり、ゲルマン人の勢力下にはなかったからである。この後、これらの地域でイングランドとの構想や関係なども発生する。この構想や関係は、ノルマンコンクエスト自体によるものではなく、 ノルマイコンクエスト以後の出来事による。11世紀のイングランドは、デエンジンの王朝の後、ノルマンディ公国の支援を受けた、アングロサクソン人王朝のエドワード・ザンゲ王が即位した。彼は、その統治の中で、ノルマン人貴族を積極的に登用したが、これは、デエンジンとの影響力の脆いバランスの上に立ったものだった。この不安定な状況が、後に、 外部の介入を招く伏線となった。エドワード・ザンゲ王には死士がいなかったので、おいでイボアにエドマンド2世の息子エドワード・アシリングをあらかじめ後継者に迎えていたが、彼が亡くなると、その幼い息子エドガー・アシリングを後継者とした。しかし、1066年にエドワード・ザンゲ王が亡くなると、年少のエドガーは無視されてしまった。代わりに、王妃、 エディスの兄で最大の勢力を持つ、サクソン人貴族であったハロルド・ゴドウィンソンが、サクソン諸公会議によって、王として選ばれ、ハロルド二世として即位した。その後、紛糾が起こり、ハロルドの弟とスティは、ノルウェー王ハーラル三世と組んで王位を主張した。一方、エドワード・ザンゲ王の、上位である、ノルマンディ公義・コーギヨーム二世は、後継者に指名されていたと、 王い継承権を主張した。さらに、以前ハロルドが自分の後継を承認する誓いをしており、即位はハウケーであり無効だとし、ローマ教皇アレクサンデル2世の承認を得た。各して状況はさらに紛糾し、これを解決するのは武力しかないという状況に陥った。バイユーのタペストリーよりイングランドに上陸するギオーム2世の船と軍勢。 スタンフォードブリッジの戦いバイユーのタペストリーよりノルマン人騎兵とアングロサクソン人不評が戦う様子。バイユーのタペストリーよりヘースティングズの戦いにおけるハロルド2世の戦士。ハロルドの退官後の4月末から5月初頭にかけて、まずトスティが反旗を翻した。彼はイングランド南部を荒らした後、スコットランドに移り、ハーラル3世と組んで、 再び攻勢を仕掛けた。一方、ギオーム2世は、敗下のノルマン広国諸公のみならず、フランス中から領地を求める小貴族の次男以下を募って、軍勢を作り、ドーバー海峡を渡って9月22日に、イングランド南部イーストサセックスのペバン勢に上陸、進行を開始した。ハロルドは、北方と南方から挟まれる形になった。9月25日、 まず北方のトスキとハーラル3世が攻勢を仕掛けた。ハロルドの軍は激戦の末に、これを撃破したが、戦力を消耗し疲弊した。ギオーム2世は、9月末から10月にかけて、イングランド南部を制圧していった。優秀な騎兵や相手の戦術ミスなどで、ハロルドの軍を次々と撃破し、10月19日、ヘースティングズの戦いにおける、バトルの丘の戦いで彼を打ち取った。 ギオーム二世はさらに南部から北東部の各地に進撃した。南部のサクソン諸公はハロルドの戦死後にエドガーを擁立して抵抗したが圧倒的な優勢の前に王位を認めざるを得なくなった。12月25日にギオーム二世はウェストミンスター寺院で大官ウィリアム一世として即位した。ここに現在に至るイギリス王室の祖が開かれた。以前のイングランドは サクソン人やデーン人の大諸公が各地に拡挙している状態だったが、ウィリアム一世はイングランドの統一を推進した。ノルマンディー式の封建制を取り入れて、ヘースティングズの戦いなどで戦死、追放した諸公の領土を没収し、配下の騎士たちに分け与えた。さらに、各州に州長官を置いて王の支配を全道に及ぼした。緩やかな支配に慣れていたサクソン諸行は、 当初、ハロルド2世の一族やエドガー・アシリングを担いで、各地で反乱を起こしたが、かっこ撃破された。その後も1070年に、デーン人ン、スコットランド王などの支援を受けてヨークシャーなど北部で、反乱が起きた。所領を奪われた、サクソン人やデーン人ンたちは、ロビンフトのモデルの一人といわれる、ヘリワード・ザ・ウェークを首領として、 ウォッシュアン近くのイーリ島に集結して抵抗したが、虚しく鎮圧された。これ以降、イングランドは安定した。エドガーはスコットランドに逃亡し、その姉マーガレットは後に、スコットランドをマルカム3世と結婚した。二人の間の娘イーディスは後に、サクソン人とノルマン人の融和の証として、ヘンリー1世と結婚することになる。ウィリアム1世は、 反乱諸侯から領土を取り上げるとともに、サクソン人の貴族が後継ぎなく死亡したり、司教、修道院長が亡くなると、代わりにノルマン人を指名したため、1086年頃には、サクソン人貴族はわずか二人になっていた。また、カンタベリー大司教も、サクソン人のスティガンドが解任され、イタリア人のランフランクスが就任しているが、これはローマ教皇の意向が働いており、 以降イングランドにおけるローマ教会の影響力は強くなり、ウィリアム2世の時代のイングランドにおける女人権闘争につながっていく。ノルマイコンクエストとは、ノルマン人の農民が退去襲来して、サクソン人の農民が退去追放されたことではない。サクソン人の領主が追放されて、ノルマン人の領主が取って変わっただけに過ぎない。その意味で、ノルマイコンクエストとは、 国民全体から見れば、ごく少数の領主、貴族に限った征服だとも言える。当然ながら、民衆の中から小英語やイングランド文化が消滅したわけでもない。ただし、小英語はここから三世紀間は支配者層の間で、話されることはなく庶民の間だけの言葉になった。抗う文法学者もいなくなった状態になったことにより英語は庶民の間で急速に簡素化されていく。 名詞の性別の消失、語尾の複雑な変化の消失などは、ノルマンコンクエストの結果である。さらに英語は、多くのフランス語、ラテン語の文を取り入れることで、美しさも備えていくことになる。ウィリアム一世の支配の下で、サクソン人は土地を奪われた。サクソン人の一部は、スコットランドや各地に逃亡し、遥か東ローマ帝国に傭兵として雇われる者も、いた。 ウィリアム一世は所領を与える際、まとまった一地域を与える代わりに、各地の省エを分散して与えた。征服が少しずつ進んだことによる必然でもあるが、このため一地域を反独立的に支配する諸公は生まれなかった。諸公は、所領が分散しているため反乱を起こしにくく、また、支配地域の安定のために王の力に頼る必要があったため、王権は、 最初から強かった。一方、諸公は、お互いに頼り合うことになるため、王に対しても協力して対抗しやすく、後にマグナカルタやイングランド議会の発展につながる要因となっている。また、全国の検知を行い、課税の基礎となる詳細な検知台帳を作り上げた。当時のフランス、ドイツ、イタリアは大諸行が割挙する封建制であり、イングランドの体制は、西欧で、 最も中央集権化が進んでいた。フランス王の封建進化であるノルマンディー公が同時にイングランド王を兼ね、フランス王より強大になったことによる両者の争いは、プランタージネット朝においてさらに激しくなり、百年戦争を引き起こすことになる。また、それまでのイングランドでは、スカンディナビア、ゲルマン文化の影響が強かったが、フランス文化がこれにとって変わることになり、 政治的にもフランスと深く関連することになる。ウィリアム一世に従う北フランス各地の貴族たちは、ひとまずイングランドに定着したが、その後次第にウェールズ、アイルランド島南部、スコットランドにも広がってゆき、フランス北西部とブリテン諸島は北フランス文化圏に組み入れられることとなった。ノルマン人の子孫であるノルマンディーの貴族たちは、移住してから100年程度たち、 風習、言語ともに、フランス化していたので、イングランドではそれまでのテュートン系小英語に変わり、ノルマンディ方言を中心とする北フランスの言語が、貴族社会の言語となった。また、英語もこれらの言語の影響を強く受け、中英語へと変化した。動物を示す英語と、その肉を示す英語が異なるのは、イングランドの皮脂配送が育てた動物の肉を、 ノルマンディからの支配層が食用としたために二重構造の言葉となったケースの典型と言われている。その他ヤードとガーデン、ラブとピジョンなどの例が挙げられる。この他にも文化的な語彙を中心に多くのフランス語が英語に流入した。なお、当時のフランス語では CH と書いて T と発音したが、その後点化が進み、現代フランス語ではとなった。 当時の発音は英語の中に残されているということになる。また、法廷や公文書などもフランス語で表記された。これは1362年に、外手続き規則において、英語を用いるように定められるまで続けられた。ありがとうございます。